笑いタレントのだいたひかる43が20日ブログを更新し、乳がんが再発したことを報告した。だいたは2013年にアートディレクターと再婚し、不妊治療中の16年1月にステージ2バイトの乳がんと診断され、同年2月に右乳房の全摘出手術を受けていた。悪性腫瘍は4ミリだったことも明かし、がんはしつこいですが、がんよりしつこく治療していこうと思いますと、再びがんと戦う決意を綴った。今年2月下旬のブログで、全摘した方の右胸にしこりが見つかり、切除手術をして、良性か悪性か見極めることになりましたと告白。今月6日に胸のしこりの切除手術を受けていた。20日夕に更新したブログでは、検査結果は再発でしたと説明。全摘しても再発するのか、と皆さんの不安を煽りそうで嫌なのですが、全摘して再発する人はごく稀なケースなので、全摘した皆様ご心配なくです。これから薬を変えたり、放射線をするなど次の手を打ちますと今後、放射線などの治療を受けることを伝えた。だいたは年に1回の検査を受けており、4ミリという小さい時点で見つけられたことを喜びとして、今回見逃して1年後にどれくらいになるか考えると、ゾッとします。がんはしつこいですが、がんよりしつこく治療していこうと思いますと、早期発見だったことを前向きに受け止め、再びがんと戦う決意を記した。